北のサイルをご覧の皆さん、どうもこんにちは。北の亮と申します。よろしくお願いします。今回はですね、九度山町にあるオールドストリームコーヒーというところでイベントがやってるということなので、ちょっと行ってみようかなと思います。たった今オールドストリームコーヒーにたどり着きました。もともと幼稚園があったところなんですけども、その跡地を利用して、カフェをやってるみたいです。で早速行ってまいりましょう。こちらがカフェになっておりまして、右側の方に行くとこちらがイベント会場になっております。すごい中から賑やかな音が聞こえてきます。こちらが真鍮を使ったアクセサリーやスプーンですね。要は叩き込んで作るものなので、すごい手間暇がかかる製品ですね。こちらはオリジナルのバッグのコーナーになりますね。このカバンを飾っている棚自体はおそらく幼稚園時代の時の名残なのだと思います。こちらは毎度おなじみデガロフェリーチェさんの作品になります。相変わらず可愛らしい作品が並んでおります。こちらも毎度おなじみ、さくらさんの作品集になります。割と大人びた感じのイヤリング類がすごく集まってますね。ちょっくら休憩ということでカフェの方にもお邪魔しました。ブレンドコーヒーをいただいたのですけども、とても美味しかったです。こちらはアイシングクッキーのコーナーになりますね。とても可愛らしいアイシングクッキーがたくさん並んでおります。こちらはぬいぐるみとカバンのコーナーになります。クマさんがとても可愛らしいですね。こちらは羊毛フェルトの作品とミニチュア系の作品が並んでおります。とても可愛らしいですね。こちらはスタンプのコーナーになります。3個セットで売っておりました。こちらは手作りのカバンと、右側にはオリジナルの、洋服が売っておりました。ちゃんと姿鏡の方も用意されておりました。こちらはレトログッズのコーナーですね。かつては牛乳瓶の配達販売っていうのもやってありまして、その時の名残の箱だったりとか、金属類も販売しておりました。今回は夢の中へというイベントについてお届けさせていただきました。今回はすごいアクセサリー関係が中心で、割となんていうのかな、空間がすごい綺麗だったなと思います。なのですごい普段のアクセサリーなんかもすごいアクセサリー映えするような、そんな感じのイベントだったかなと思います。また和歌山で、面白いイベントがあったらお届けしていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。以上、北のスタイルをお届けしました。ありがとうございました。